はい、皆さんこんにちは。秘密の練習場秘密でもなんでもないですけど、まあ、前回かその前かちょっとわからないですけど、林道線帰り線ね、はい、の動画上がってるんですが、あの時に、まあ、動画内ではカットしてるんですけど、あのハンドルをね左に切るとエンジンが止まっちゃうっていう、症状が出てたんですよ。危ねえ。止まっちゃったよ。で、何かやってもやっぱりダメというかね。で、その時工具持ってなかったんで、まあ多分アクセルワイヤーだとは思ったんですけど、っていうのはね、あのメインハーネスの断線とか考えたんですけど、切ってそのエンジン止まった時にもちゃんとね、あの電気が来てたので多分ケーブルなんだろうなと思ってたんですけど、工具持ってなかったんで直しました。はい、やっぱりね、あのタンク外してね、はい、でケーブルの取り回しを変えてね、うん、で、あの、まあちょっととりあえず一回、よいしょ、エンジンスタート、ね、で、こう切るとこの辺でフルロックに当たったところでエンジンがストンと、はい、止まったんですね。はい、で今は大丈夫ですね。で遊び、ちょっと遊びはあるんだけど、もうね、これギリギリなんですよ。だから中立だとちょっともうちょっと取りたいんですけど、ね、そうするとね、あの変わっちゃうんでね、あのハンドルフルロックにすると、アイドリングが上がっちゃうんで、はい、よいしょ。久しぶりだな。下手くそ。なんか久しぶりだから。ね、そう、まあ最近やってないですけどね。はい、あんまりやってないから。やっぱり下手くそなんで、そう、それでね、あのちょっと止めますか。はい、それで原因はですね、まあ写真、タンク外した時に写真がないんであれですけど、要は、こういうグリップヒーターとか、まあチョークケーブルとか、一緒にね、このアクセルワイヤーの戻し引き側がここから、フレームの下を通って、こっち側に左側に出てここに入ってきてるんですよ、ね、だからこれがねちょっと引っかかってたというか、うん、っていうのは、まあ、私性格的なものもあるかもしれないんですけど、あのアクセルワイヤーとかねこの辺のケーブル類をですね、こうタンクを外したりつけたりするときに引っかかるんで、あのタイラップでね、すべてをまとめてフレームにまとめた上にもう一回フレームに、タイラップでね固定してたりしてたんですよ。だから、まあ、ハンドルこうフルロック、どうしてもオフロードだとフルロックに切ることが多いんで、
そうやってる間にね、まあ、引っかかったというか、うん、まあ、そういうことが原因だろうと思います。はい。だから、まあ、とりあえず対処としては、もうちょっとこう、かぶってる、上か下かとかね、こういう、こういうところでのね、はい、狭いところでの、どのケーブルが上かとか下かとか、ちょっとその辺を取り回しをもう一回変えた上で、アクセルワイヤーは、タイラップで固定しないで、フリーにしてあります。はい。他のものはね、タイラップで固定しましたけど。だからまあ、どうしても私はね、例えばグリップヒーターとか、後付けの伝送品のね、配線とか、きっちり止めたいタイプなんで、だからそれがあだになったというか、うん。だからそういうこともあるということでね、はい。まあ、作業される方ね、まあ、当たり前っちゃ当たり前の話なんですけど、うん。まあ、やるときだってね、これあれですよ、グリップヒーターつけたり、USB のソケットつけたりするときも、これ、ね、何回も、3回ぐらいはこう取り回しとかね、場所とか、どこを通すかとか、やってるんですけど、まあ、それが逆にちょっと今回はね、あだになっちゃったかなと、はい、いうことですね。まあ、それで、まあ、解決したし、うん、いいかなという、うん。まあ、そんなこともあるんですよ。だから、きっちりね、まあ、そういう配線も自分でやられる方だったら、特に、うん、むやみにタイラップで。まあ、私だけだと思うんですけどね。うん。まあ、そんなことで、ハンドルを左に切ると、エンジンが止まっちゃったっていう症状が出たんで、ワイヤー、アクセルワイヤーの、取り回しをちょっと変更しましたということですね。うん。で、今ガソリン入れてきたんですけど、燃費がですね、まあ、最近ちょっと下がっちゃって、最初の頃これ SL 乗り始めた頃のね、動画だと40超えたなんて、言ってるんですけど、まあ、スプラケット変えてるのもあるし、マフラーも変えて、キャブもね、ちょっとジェット類を大きくしてるんで、今街中からだいたい28前後ですね。うん。まあ、だから山行っても同じですね。高速とか、まあ、ある程度こう流れがいいところでずっと行けば多分30は超えると思うんですけど、まあ、そんな感じまで今落ちちゃってる感じですね。うん。まあ、40行った時はね、スプロケも変えてないですし、ノーマルマフラーだったし、うん、そんなことですね。まあ、昨日ちょっと走って、洗ってないんでドロドロっすけどね、うん、もうそろそろツーリストも、まあ、もうちょっと大丈夫だと思うんですけどね、うん、どうですかね、 SL かっこいいね、はい、あ、このへこみのニードリペア、これちょっと薄くなってきたからまたちょっと書いとくかね。23年7月22日岡山で与助山で転んで、へこませたタンク、はい、またこうサインしときましょうかね。いや、林道行きたいですね、うん、はい、ということで、まあ、今日はちょっと、まあ、短くはないか、まあ、いつもの長さですけど、SL のちょっと不具合を直してみましたという動画です、はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。